生麦事件で殺害されたリチャードソンの遺体チャールズ・レノックス・リチャードソンは19世紀後半に上海で活動したイギリス人商人生麦事件で殺害されたリチャードソン落馬地点付近に建てられた生麦事件のよこ浜外国人墓地にあるリチャードソンの墓両脇はそれぞれマーシャルとクラークの墓ロンドン出身父はチャールズ・リチャードソン母は ルイザアン・レノックス。姉が二人、妹が一人いる。1853年にサザンプレス港から上海へ都会し、そこで商社を設立して商業に従事していた。1862年、仕事を引き払ってイギリスへ帰郷する際に観光のために日本へ入国する。上海で交友のあった横浜商人、ウッド・ソープ・クラークと再会し、クラークや、 ウィリアム・マーシャルの案内で、マーガレット・ボラギル夫人を加えた4人で、川崎大使へ向かうことになる。その途中、生麦村で、島津久光の行列と遭遇するが、騎乗のまま行列に乗り入れ、激光した薩摩藩士、奈良原喜左衛門に、無礼討ちにされる。リチャードソンは重傷を負ったため遁走を図るが、ほどなく落馬し、追いかけてきた、休憩村離宮。 カイエダ・ノブヨシに止めを刺された。イギリス本国は、リチャードソン殺害事件に際して、代理公子ジョンニールを通じて、薩摩藩と江戸幕府に賠償金10万ポンド、犯人の引き渡しと陳謝を要求するが、薩摩藩は拒否し、撮影戦争を引き起こすことになる。リチャードソンの性格については、親孝行で物静かであったとする話がある一方、当時の新国北京駐在イギリス公子の、 フレデリック・ブルースは、リチャードソンに対して冷ややかな見解を持っており、本国の外務大臣ラッセル伯爵への反抗心の中で次のように書いている。リチャードソン氏は慰みに遠乗りに出かけて、大名の行列に行き合った。大名というものは、子供の時から、周囲から敬意を表されて育つ。もし、リチャードソン氏が敬意を表することに反対であったのならば、なぜに彼よりも、 分物のある、同行の人々から強く言われたようにして、引き返すか、道路の脇に避けるしなかったのであろうか。私は、この気の毒な男を知っていた。というのは、彼が、自分の雇っていた罪のないクーリーに対して、何の理由もないのに極めて残虐なる暴行を加えた、トガで、重い罰金刑を課した上海領事の措置を指示、しなければならなかったことがあるからである。彼は、 スウィフトの時代ならば、モーホークであったような連中の一人である。我が国のミドルクラスの中に、極めてしばしばあるタイプで、騎士道的な本能によっていささかも抑制されることのない、プロボクサーに見られるような万有の持ち主である。ありがとうございます。